ブンブン、ハルビーチュー、どうもサルです。今回は先日から噂が出ている iPhone SE 2の最新情報についてご紹介したいと思います。そもそも iPhone SE 2の噂が出始めたのは、ここ最近のことではなくて、すでに数年前から出ていました。ただ、最近になって iPhone の噂で精度の高い情報を提供することでおなじみのミンチーコという人からも iPhone SE 2の噂が出ており、今回は単なる噂ではなくて本当に発売されるのではと言われています。まずここ最近出ていた噂としては、まず iPhone SE 2の価格は日本円にして約4万3000円になると言われています。現在は Apple の公式ストアでも販売を終了してしまいましたが、初代の iPhone SE についても他の iPhone に比べ圧倒的に価格が安いラインナップとなっていました。ですので、その流れが新型の iPhone SE 2でも継承されるようです。スペックに関する噂も現在出ています。CPU については最新の A13 が搭載されております。この A13 は iPhone 11シリーズにも搭載されているとてもハイスペックな CPU です。また iPhone SE 2に搭載されるメモリは 3GB と Android スマホと比較するとそこまで多くないと思いますが、iPhone の中で 3GB というのはかなり多い方です。また、現在販売されている iPhone 8にも搭載される指紋センサー。この指紋センサーは iPhone SE 2からは廃止されます。要は iPhone SE 2が販売された後、iPhone 8の販売が終了した場合、すべての iPhone に指紋センサーは搭載されず、顔認証に置き換わることになります。なお、最初にご紹介した日本円にして約4万3000円というのは、ストレージ容量が 64GB モデルのことで、それ以外にも 128GB モデルが用意されると言われています。そして iPhone SE というと、何といってもそのコンパクトさが特徴でした。初代の iPhone SE はディスプレイサイズが4インチととてもコンパクトなディスプレイを搭載し、当然ボディも小さく、現在販売されている Apple 製品でいうと iPod Touch と同じぐらいのサイズでした。では iPhone SE 2はどうなるかということですが、ディスプレイサイズは残念ながら4インチではなくて 4.7 インチぐらいに大型化されます。4.7 インチというと iPhone 8と同じディスプレイサイズですが、ホームボタンが廃止されることもあり、ボディサイズ自体は iPhone 8よりもコンパクトになります。そして発売時期としては2020年の第一四半期を予定しています。さらにまた最近になってこの iPhone SE 2に関する情報が出てきています。その情報とは、iPhone SE 2にはアンテナの感度を上げるため液晶ポリマー製のアンテナが搭載されると言われています。さらにこのアンテナに関する部品は国内のメーカーでもある村田製作所の部品が使用され、実際にその部品が Apple に対して納品されるのは2020年初頭と言われています。ちなみにこの液晶ポリマー製のアンテナというのはこれまでの iPhone にも使用された実績があります。ということで、ここ最近になって iPhone SE 2に関する細かいスペックに関する情報もいろいろと出てきています。ですので、この流れでいくならば、今回の iPhone SE 2の噂は噂ではなくて、今後本当に発売製品のリーク情報と言うべきかもしれません。そもそも Apple がなぜ今になって iPhone SE 2を販売しなければならないかということですが、もうなんとなく想像はつくかもしれませんが、ここ最近の iPhone は価格がとにかく高騰しており、iPhone の古い機種を使っているユーザーが新型モデルへ買い替えるのを我慢しているという状況を改善するためではあります。Apple は他のメーカーとは異なり、OS のバージョンアップなどもかなり古い機種までサポートします。また何か問題が起きた場合は、たとえそれが保証が切れた古い機種であっても対応するという方針です。ですので、あまりにも古い機種を使っているユーザーが多ければ、その分 Apple にも負担になっています。ですので、なるべく早く最新モデルに買い替えてほしいということで、比較的低価格なラインナップを用意することによって、買い替えを促す意図があります。実は自分の周りでも、今から約2年前、iPhone X が発売されて以降、Android ユーザーと iPhone ユーザーの割合が変わってきています。これまでは iPhone ユーザーの方が圧倒的に多かったんですが、最近自分の周りでは Android ユーザーの方が増えてきて、iPhone ユーザーと Android ユーザーの数が逆転しています。おそらくもし自分がデザイン系の学校へ進学しており、周りのみんなが使っているパソコンも Mac の場合、データの同期などを含め、その場合はスマホも iPhone にした方が色々と便利な場面は多いんですが、
自分の周りには Mac ユーザーはほとんどおらず、Windows ユーザーばかりです。ですので、スマホとパソコンとの同期を全く考える必要もなく、あえて iPhone にこだわる必要はない。さらに、Android の方が価格も安いということで、自分の周りでは Android ユーザーの方が増えてきました。そもそも普段スマホで複雑なことをするということはあまりなく、基本的に LINE でメッセージをやり取りしたり、ネットで調べ物や買い物をしたり、それ以外にはメールや電話をする程度というのがスマートフォンの主な使い方ですので、あえて10万円以上回らして最新の iPhone を買う必要はないという考えにみんななっているようです。ちなみに先ほど Apple が iPhone SE 2を発売する理由として古い機種からの買い替えを狙っているというふうにご紹介しましたが、それ以外にも最近 iPhone は様々なサブスクリプションサービスをスタートしています。例えばゲームがプレイし放題になる Apple Arcade、 映画などが見放題になる Apple TV などもあります。そういったサービスからの収益を増やすためには、まずは iOS を搭載した端末の販売台数を増やす必要があります。これは単に最近の話だけではなく、Apple は以前からハードウェアに依存せず、ソフトウェアからの収益を増やそうとしていました。もともとは iTunes といって音楽の販売をスタートした頃からその流れは続いています。今後はゲームのプレイし放題、それから映画の見放題、それ以外にも雑誌の読み放題というサービスも今後提供予定です。そういったサービスからの収益を増やすためには、繰り返しになりますが、やはり何といっても iOS 搭載端末の販売台数を上げておく必要があります。そのためにも低価格な iPhone というのがラインナップの中に必要だったというのが iPhone SE 2を発売する一番の理由ではないかと思います。いろいろと新しいサービスを始めている Apple ですが、特に力を入れているのが Apple TV Plus で、これは映画などが見放題になるサービスです。すでに公開されている映画を単に Apple TV Plus で配信するというだけではなく、オリジナルコンテンツの作成にも力を入れています。例えば、この Apple TV Plus で配信する海外ドラマ、制作費に1話あたり日本円にして約100億円かかる作品もありますが、そういった作品にかかる制作費も Apple が負担しています。もちろん、お金をかければかけるほど面白いコンテンツを作ることができるかというとそうではありませんが、1話あたり100億円だとしたら、そのドラマは1シーズン1000億円かかることになります。それだけの費用を負担するということは、それだけ Apple もこのサービスに力を入れることを意味します。当然ですが、そこで使った費用というのは回収しなければいけません。回収するためにやらなければいけないことというのは一つしかなくて、このサービスへの加入者を増やすということです。Apple が提供するサービスの多くは iOS を搭載している端末に対して提供されます。ですので、スマホで言うならば iPhone ユーザーの数を増やしておかなければ、サービスに加入するユーザー数もそれだけ少なくなってしまいますので、何が何でも iPhone ユーザーの数を増やしたいというところがあるのかと思います。ちなみにユーザー数を増やすといっても、アメリカや日本のユーザー数を増やすというのはあまり意識してないかと思います。というのもすでにアメリカも日本も多くの iPhone ユーザーがいますので、さらにユーザー数を増やそうとしてもその数は知れています。Apple が現在力を入れているのは間違いなく中国です。ここ最近の Apple の動向を見ていると、ほとんど中国政府の言いなりになっています。例えば、香港に向けて発売される iPhone からは、台湾の国旗の絵文字が削除されています。その他、香港の独立を連想させる楽曲を iTunes Store から削除し、最近では香港の警察追跡アプリも App Store の方から削除されています。その他、Apple TV Plus の番組制作者に対しては、中国に配慮した作品にするようにと、ほぼ言論の自由がない状態です。さらにはもう多くの方が忘れてしまったかもしれませんが、Apple は iCloud というクラウドサービスを持っていますが、この iCloud へのフルアクセスを中国政府に許可しています。要は中国政府が見たいときに iPhone ユーザーのデータにアクセスできることになります。もちろんここまで紹介したことは、中国以外の国の人にとっては納得いかないところもあり、こういった中国に偏った判断をするアップに対して批判も相次いでいるようです。とはいえ、Apple はとにかく中国の iPhone ユーザーの数を増やしたいというところがありますので、他の国よりも低額の端末が好まれる新型の iPhone を販売したいというところがあったのかもしれません。ということで、現在噂に出ている iPhone SE 2ですが、実際のところは中国向けの低額の iPhone というのが本来のコンセプトなのかもしれません。
今後も iPhone SE については様々な情報が出てくるかと思います。また何か最新情報がありましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。